優しいのね、おっと。まあ、その問題は解決したから。照れて校長するスイッチからギクシャクと目をそらし、通行を邪魔する奇妙なカップルへと近づく。どうしてもらえますか？うんうん、ノーリアクションだ。残念だけど、やっぱり押しのけるしかなさそうね。仕方ないけどそうだね。すみません。僕は男性囚人の腕をぐっと押す。彼の肉は冷たいが、死ぬほど冷たいというわけではない。そのわずかなぬくもりがなぜか一層忌まわしく感じられる。男は抵抗しようとせず、バランスを取ろうともしない。僕が精一杯優しく押したにもかかわらず、床に倒れ込んでしまった。何かするまでもなく、女性も彼の後を追って倒れた。二人の新しい関係は一目見てわかるほど曖昧さがほとんどなかった。お熱いわね。誤解がないことを祈るばかりだ。ああ、ごめん、ごめんなさい。なおもノーリアクション。ちょっと、スイッチも謝りなよ。ごめん。移動してってお願いはしたじゃない。僕たちは倒れたペアを慎重に乗り越えて、仮装へと進んだ。この音は何だろう。大きな金属の打診音。魔物かな。へえ。なんだい。この音が魔物に聞こえるんだ。何かわからないから、最悪の事態を想定したんだよ。ああ、恐ろしい魔物に違いないわ。スイッチのその顔、なんか腹立つな。僕たちはどうしたらいい？そうね、私たちに聞こえてるってことは相手にも聞こえてるはず。松明の明かりも見えてると思うわ。慎重に進みましょう。そして相手がここに住み着いてるのを祈る。それなら光を好まないはずよ。左へ大きく曲がると、かなり大きな空間に出た。音は影が深い奥の方から聞こえてくる。明かりでその出所がわかるまで近づく前に、音は止んでしまう。代わりにこちらへと向かってくる、裸足の足音が聞こえてくる。松明の明かりの輪の端に、長身で痩せこけた男が現れた。左手には折れただが、右手には拳台の石が握られている。そういう意味では武装していると言えるかもしれない。だが武器の持ち方からして、使うつもりはなさそうだ。スイッチは自分の爪をチェックしている。何にせよ彼女は警戒していないみたいだ。こんにちは。失敬、久しぶりに本当の明かりを見たものでね。本当の明かり、何と比較して？ああ、すまない。だがどうか、もう少し近くに来てはくれまいか。ああ。男はちらりと自分の手を見下ろし、苦笑とも取れる不思議な表情を浮かべた。そう警戒することはない。これはわしの道具。わしはただの職人だ。懸命に働いていた、あちらでな。彼は折れたダガーで背後の闇に向かい身振りをする。最愛の人の彫像を作っている。真っ暗闇の中で。馬鹿げていると思うかね。わし自身、己が狂ったのではとよく思う。冷たい石では彼女の温かさを再現することはできん。それでも、それがわしにとって唯一の慰めなのだ。ここでは、この暗すぎる場所では現在も未来もありはせん。わしたちにできることは記憶の中に留まり、そうして記憶を歪め、濁らせることのみ。わしは実在するものを得たい。純粋な記憶から生まれたものを。純粋な記憶、ね。ちらりとスイッチを見る。時折見せる。彼女独特の苦い表情をしていた。お前さんの明かりを見るまで考えもしなかったが、わしは今一度愛する人の顔を見てみたい。故にもっと近くに来てもらえないだろうか。ええ、いいですよ。私が君ならそんなことしないわ。え、気にならないのかい？スイッチの神秘眼はどうしたのさ。彼はあれこれ要求したわけじゃない。これぐらい構わないよ。男の真剣な眼差しを背中に受けつつ、僕は空間の奥へと進んでいく。松明の炎は古代の暗闇に激しい光を放ち、もがき苦しんでいるかのようだ。きっとあれだな。そう、あそこだ。もう少し近づいてくれ。つまり、これは、それがあなたの純粋な記憶ってやつ？スイッチ。ああ、良いのだ青年。お前さんの友が、わしを馬鹿にするのも当然。とどのつまりわしが愚かだった。
男の顔から自虐的な笑みが徐々に消え、曖昧で焦点の定まらない表情になっていく。もはや僕たちの存在など気にも留めていない。男は洞窟の天井を仰ぎ見ている。教えてくれ、いつまでわしを苦しめれば満足する？いかにすればわしの自責の念を分かってもらえるのか。右手に持っていた石を落とし膝をつく。そして左手に持ったダガーを両手で握り、刃を自分の方へと向け、待って。自身の腹に突き刺した。魚の内臓を取るようにゆっくりと自分の腹部を刃で引き裂き始める。僕はショックを受けながらも彼を制止しようとした。腕を掴んで引き離そうとするも木の根のように頑丈で、断固として無言作業を遂行し続ける。よせ、よすんだ。見えるか、見えるか、わしの血が、わしの血は未だ赤いぞ、ブラッディ。僕の努力の甲斐なく、男は血みどろの儀式を終える。すると突然手足から力が抜け落ちた。彼は血の池に仰向けに倒れ、うつろの目で天井、あるいはその先の何かを見上げている。ねえ、ちょっと、しっかりして、おじさん。スイッチ、魔法が使えるんだろ、傷を治す呪文はないのかい？どうして突っ立っているんだよ。気に病む必要はないわ、おっと。これは君のせいじゃない。でも、もしあの彫像を見せなかったら、君がしたのは、償わなければならないことがあるって彼に思い出させただけ。何を償わなきゃいけないっていうのさ、こんな。何？どうし。僕たちが驚いている目の前で、男の流し血が、体内に戻っていく。明らかに致命傷だったものが塞がっていく。時間が巻き戻った。そうとしか言いようがなかった。裂傷の跡が完全に消えるまでそう時間はかからなかった。一体どうなってるんだ？洞窟の仮想に囚人を生かすための何かがあるんじゃ。いや、こう言うべきだ。死ねないようにしている。ここに放り込まれた私たちが死なずに済んだのも、きっとそういうことね。僕たちの探す切り札なのかな。かもしれない。とりあえずの目当てはそれでいいんじゃない。さあ、オットを行きましょう。この男のためにできることは何もないわ。放っておく以外ね。ああ、わかったよ。突然冷たい手が頬に触れ、その感覚に僕はぎょっとした。この顔。僕の顔が何か？そんなはずが。そんなことがあり得るのか。だが、いや、間違いない。ははは、本当に今、ひひ。わしはずっと間違った相手に、許しを請うていた。はじめから。ははは、ああ、なんという運命、なんという運命か。ありがとう青年、心遣いに感謝する。わしはもう大丈夫だ。男は僕の方から手を離し、上体を起こす。そして落とした道具を拾い、ゆっくりと立ち上がった。十分親切にしてもらったが、もう一つだけ願い事を聞いてはくれないか。構いませんよ。松明をここに置いて行ってもらえないだろうか。お前さんに会ったことでこの彫像を完成させられる気がするのだ。そうしたいところですけど、それはちょっと難しいかもしれません。心配はいらん。この先も下へ進むのならそれは不要だ。分かれ道はなく、すぐに多くの光を見つけられるだろう。具体的にはどういうことよ。さっき、本当の明かりとか言ってたけど、詳しく説明しなかったわ。ちゃんと説明してくれてもいいんじゃない。本当の明かり、つまり、やがては燃え尽きる光だ。暗闇の中の松明、家を温める暖炉、天井に輝く太陽。これらはすべて、いずれ尽きゆくもの。だがあの光は、下にあるあの光は永遠なのだ。永遠の光の中でわしは何もできなかった。無力だった。暗闇の方がマシとすら感じた。つまり魔術的な光ってわけね。ご忠告どうも。熱くなってきたわね、おっと。そうだね。僕は岩の割れ目を探し、そこに松明をしっかりと差し込んだ。僕たちの感謝の気持ちです。改めて礼を言わねばなるまい。本当にありがとう。燃え尽きる前に役目を果たせるといいのですが。僕たちは最愛の人の前に立つ彫刻家と別れ、永遠の光が見つかるだろうという見ず知らずの人の言葉を頼り、さらに深い闇の中に入っていった。